ね、こんにちは、速稼塾の方です。2021年ね、今年とは比べ物にならないぐらい厳しい1年になるんじゃないですかね。で、さらにその先の1年はもっと厳しくなると思います。本当にひどい言い方になりますけども、自分を支えることができない人は誰かに支えてもらわないと、まあ、生きていけないようになります。これ当たり前か。当たり前ですよね。私はね、将来どっかの会社に入ればそれで、一応の安心ゴールインだと思ったんですけども、そんなことは全然なくって、今ね、働いてる会社がどんどんなくなっていったりとか、部門がなくなったりとか、そもそも事業が大転換したりとかするわけなんですよ。今年居酒屋に勤めてらっしゃる方とかどうなってますかね。居酒屋を経験されてる方とか経営されてる方とかどうなってるでしょうか。それから車産業に関わる方、ものすごく不安定ですよね。エンジンとかガソリンとか、こういったものなのか電気なのか、発電所にお勤めの方、電気ってのはどういうふうに変わるのか、通信ってのは何なのか、ドコモ、au、ソフトバンク、料金が強制的に下げられると。そしてサービスの内容は値段が安いスマホって全く役に立たないものばかりというね。値段は下がったけどもサービスがめちゃくちゃになってしまったということで、業界再編どころか、こんな短期間にね、価格を下げろと言われても無理な話ですよね。というところで格安シムっていうのが脚光を浴びるようになってきたりとか、その他にも様々あります。物が余りすぎてるんですよ、今世の中。だからみんな物を売るのが大変だということで売れないと。売れないけど生産体制は止まらないとかね。まあひどい話になるんじゃないですかね。で、まあ私は速稼塾ね、まあこんなペースでやってますんで、なんと言いますかね、これからも稼げる人をどんどん作っていくことにやぶさかではないんですけども、稼ぐフェーズがね、もう今までみたいに副業レベルでいいのかなと、月に3万5万とかでいいのかなと思っちゃうと、ちょっと桁を上げていかないといけないのかなと思いますね。で、速稼塾の中ではもうね、ずっと出してなかったんですけども、まあ特進コースみたいな、とってもきついやつでも稼げるようなやつを出していこうかなと思うんですよ、久しぶりに。ビジネスをどっちかって言ったら、私は2017年を最後にして速稼塾ファイナルっていうカリキュラムでやめたつもりだったんですけども、でも今こそね、本当に必要なのは一人で稼ぐって力なんだろうなと思います。で、あとは人に物を伝えるコミュニケーション能力も、これもね、高めていかないと、結局自分の思いっていうのが誰にも伝わってないっていうことなんじゃないかなと思うんですよ。で、気持ちが人に伝わらなければ、伝わってない人が自分のことをコミュニケーションするわけですから、もっと大きな誤解を生むんでね。だから改めて伝える技術、伝える能力ってものをこの放送を通じて皆さんとね、学んでいければなと思ってますね。まあそんなとこですかね。あまり長くダラダラ喋ってもしょうがないんで、今日はこのぐらいにしておきましょうか。2021年は皆さんにとって人生最高に厳しい1年になると思います。そしてもうね、その厳しさが逃れられなくなると思います。だから今の時点で意欲をなくしてしまうと、もうそこで終わりになっちゃいますね。そういう意味でもマインドセットを高めていけるような、そんなね、動画放送をしていきたいと思います。同時に誰かを助けてあげるような、そんな人間になっていければなというふうに思いますね。